さあびっくりする。いかがですか。いや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 、どうですか、こうすけさん。やってまいりましたよ。やってまいりました。毎日更新ドグチューブドグマガザミと、そして最近最多出場こうすけでございます。いや今日はもうね、こうすけさん、この後ですよ。そうですね、この後の方もいると思いますし、はい、もうやっている時間帯にこの動画を見ている人もいるかもしれません、ね、さあ今日は何があるんですか。兄さん、今日はですね、はい、なんとこの後岐阜のですね、長瀬に行ってキャバレークラブ巡りします。いやー、クラブ A クラス久しぶりに行きますよ。いや嬉しいな、それ行きたい。 A クラブの奈々ちゃん。奈々ちゃん、かわいいですか。 A クラ奈々ちゃん思い出しますね、女優の。なるほど、そういうことですね。そういうことでございます、はい、もう、これ視聴者の皆さん、この BGM が今かかっておりますけども、うん、この曲といえば、こうすけさん。そうですね、もう今日のタイトルをズバッと発表してください。いいんですか。はい、今日は聖剣伝説2です。行っちゃうんかい。行っちゃうんかい。行っちゃいました、うん、ベタな感じでいいです。びっくりしたもう声できんもんね、うん、今日はもう僕ね、はい、ちょっと 2,3 時昨日か一昨日か、はいはいはい、大阪行って仕事してましたけども、はい、もうたっぷり寝ましたから。たっぷりたっぷり寝ましたから。たっぷり寝たんだ。今日のコウスケさんと久しぶりに、そうですね、3日間はい、聖剣伝説2とですね、まあ、聖剣伝説2、3日間では終わってしまうので、うん、他にスーパーファミコンのソフトとファミコンのソフトを3人、はい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 、3人じゃない、2人で、はい、行きたいと思いますので、ぜひとも、ドグチューブゲームズの方、こちら、はい、こちらドグチューブゲームズの方をクリックして、今は多分やっておると思います、はい、ブータラブータラ行って多分大体ね、長時間放送する時の僕の定裁という、定裁というかね、決まり事があるんですけど、うん、最初のね、2、3時間が異常な元気。以降全く喋らない。そうですね。そして飯を食った後必ず、ああ女とやりてえなーって言い出す。もうパターン化されてます、ね、パターン化されてます、うん、だから今日はだからあえて、はい、本当にそうなるかどうか皆さんちょっと素晴らしい見てもらいたいですね。そうですよ。そして、はい、今度はですね、今回ですね、何ですか、私が素晴らしいシステマチックな、え、何ですか、こういう上システムがシステムをこう組みましたので、いきますよ。はい、何でしょう。いきますよ、見てください皆さん、いきますよ。はい、なんだろう、なんだろう、なんか書いてますけど、うん、ということでね、こうすけくんが、女とやりてえなー。こうすけくんがつぶやいてますね、思わず心の声が、女とやりてえな。このようなリアルタイムのね、水森アドさんのようなこういうシステムも導入しております。ああ、女とやりてえなー。これいいっすね。これいいでしょ、心の声が思わず、こう隙を、僕らもね、ぼーっとしてるとね、相方に書かれてしまいますから、ね、そうですね、この吹き出しと中身を変えられてしまいますからね。気をつけなきゃダメですね。気をつけなきゃいけないですので、ぜひとも皆さん、はい、聖剣伝説2見てください、はい、なんで今日この動画見た人は明日明後日までやってるってことですね。絶対やってます。恐ろしい。間違いなく明後日の夜もやってます。いやいやな、もうたまには岐阜観光とかさせてあげたいもんな。いやだって僕ね、岐阜来たことね、もう多分 4、5 回は来てるんですけど、一、うん、回も岐阜の街を歩いたことないですからね。柳瀬とか歩いたことないよ。ないですよ、ね、もうだから岐阜駅とドグマさんのやり取りしかない。本当やな、うん、かわいそうやな。じゃあ早くクリアして、うん、分かった、こうすけさんのこの気持ちをですね、あ、叶えてあげたいと思います。マジですか。岐阜駅の裏にそういうね、お店がありますので。ああ、じゃあぜひぜひ連れてください。せーの、ああ、女とやりてえなー。なんだこれ、なんだこれ、宣伝なんでしょこれ。宣伝なんだよ、うん、ということで、聖剣伝説、はい、このチャンネルでございません、ドグチューブゲームズの方でこうクリックしてください。お願いいたします、はい、よろしくお願いいたします。聖剣伝説2で会いましょう。さよなら、頑張りましょう皆さん。